バイキンマンたら、もうお腹すいたのよ私。早くいっぱい持ってきて。わかったよドキンちゃん。もういつもいつもこき使うな。もうバイキンマンたらまだかしら。ドキンちゃん持ってきたよ。はーい。お待たせしました。どうぞ。足りないの？ちょっと待ってて。お待たせしました。じゃあこれでどうぞ。お待たせしました。もうこれでいいでしょう。もうバイキンマンたら、お腹がもうペコペコなんだから、こんなのすぐなくなっちゃうわよ。ほら、もうすぐなくなったでしょ。早くおかわり持ってきて。まだ食べるの？はーい、持ってきたよ。もう食べ物ばっかだから喉が渇いたわ。飲み物持ってきたんでしょうね。うん、飲み物だよ。待ちなさいよ。本当に飲み物ばかりじゃないのよ。少しはお団子とか気を使ったものを持ってきなさいよ。もう人使い荒いな。お待たせしました。はい、お団子だよ。桜餅も持ってきたよ。ちょっと待ちなさいよ。何？お団子といえばお茶でしょ。お茶。なんでこのジュースばっかりなのよ。ちょっと待ってよ。はーい、よいしょよいしょよいしょ。はい、お茶です。お待たせしました。もう疲れてきたよ。今から食べるから、ちょっとどこにも行かないでよバイキンマン。美味しかった美味しかった。もうバイキンマン、まだ私お腹が空いてるわ。ちょっと女の子の別腹っていうやつよ。早くケーキとかを持ってきてくださいな。ケーキケーキ、まだかな。まだ食べるの？ドキンちゃん食べ過ぎだよ。いいから持ってきなさいよ。わかったよ。あひふよ。ドキンちゃん、お待たせ。よいしょ、よいしょ。お待たせー。
ドキンちゃん、もう冷蔵庫の中空っぽだよ。もうこれでいいでしょ。バイキンマン、ありがとう。いつもいつも私のわがままを聞いてくれてありがとね。じゃあ一緒に食べましょうよ。僕も食べていいの？俺様、その言葉を待っていたよ。いいわよ、今日いっぱい私のわがまま聞いてくれたから一緒に食べましょう。わーい、やったやった、私の大好物ばっかりだ。嬉しいな、バイキンマン、ありがとう。じゃあ一緒に食べましょう。ドキンちゃん、お腹が鳴ったけど、もしかしてまだお腹ペコペコなの？うわー、食べよう。うん、うん、うん、動画は楽しかったかな？次の動画がすぐに見れるようにチャンネル登録しておいてね。また上のハテナのところに楽しい動画が隠れてるよ。探してみてね。スマートフォンやタブレットの方は下の説明欄からどうぞ。またグッド評価の方もお願いします。